はい、どうもトラキチです。今回はですね、A ランクのジジムミキサーをやりたいなと思います。はい、こっちですね。はい、結構7枚ですか、あります。それでまあ一応スターロードで取った A ランク契約書が1枚ありますんで、それを引いてからやりたいなと思います。はい、これですね。とりあえず1回これ引いてみます。いきます。三種の選手来てくれ。さあどうですかね。はい、ニール選手、おシリーズ2ですね。はい、これでシリーズ1の方もあったような気がする。あ違う、マルティネス選手。はい、じゃあこれで自重ミキサー A ランクの自重ミキサーやりたいなと思います。一応狙いだけちょっとさらっと見ておきますね。シリーズ2はまあ、藤川選手、まあ、岩田選手、糸原選手もね、あのシリーズ1の A ランク4枚なんで、全然来てもらってもいいですね。糸井選手はちょっと、もう極み行ってて、称号用のね、1枚もありますんで、もうちょっと当分いいかなと思ってます。でシリーズ1でいきますと、そうですね、まあ、S ランク持ってる選手が来てくれるのが一番嬉しいんで、一応 S ランク見ましょうか。S ランク持ってる選手は糸井選手以外で来てくれると全部、強化できていきますね。はい、はい、そうですね、まあ、そういう感じです。それを狙いに A ランク自陣をやろうかなと思います。では早速いきましょうか。どういこうかな。上5人いきます。はい、これでいきますね。阪神の S ランクを持っている A ランク選手が来てくれることが一番嬉しいです。いきます。さあどうでしょう。来てや。岩崎選手はない。岩貞選手とかはもういらないです。中谷選手、能見選手もいらないです。それ以外で。さあ、西選手、これは嬉しいですね。トッツー、これで3かな。いやー、これ嬉しいですね。はい、ありがとうございます。大成功です。おお、西選手でした。はい、じゃあ最後にこれいきます。15周年、1日1回無料で引けるスカウト、購入9回目。これ全部で確か10回やったと思うんですけども、あと2回ですね。これ今日含めて2回、過去8回中8回 B ランクです。今回こそ A ランク以上と思っています。お願いします。こい。厳しいな。ないか。あ、岸田選手ですね。いやー9回中9回普通に B ランクですね。はい、こんなもんなんすかね。みんななんか S ランクでも1枚でも来るんかなと思ってたんですけども、どうもなさそうですね。あと1回ですかね。はい、でまあスターロードですか。一応順調にいってます。今何人目か、投手3人、野手2人いってますね。6人目の序盤ですね。まだ4月終わっただけですけども、投手の方もまあ結構余裕でいってます。なんかたまたまですけども、あのスタミナのゲージ溜まってね、エナジーもそんなに使わずに5個ぐらい使ったかもしれないですけども、それで行ってます。はい、まあ、クリアもこういう感じですね。
はい、累計報酬もそうですね、また A ランク契約書とか A ランク自治の契約書、ゴールド契約書とありますんでね、また取ったら開封した動画あげたいなと思います。はい、今回はこんな感じです。まあA ランク自治ミキサーでね、西選手、来てくれましたんで非常に良かったなと思います。また、動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチでした。